はい、皆さんこんにちは。はじめましての人ははじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのトゥルーリメンバランスということで、本日も一緒に物語の世界に誘われていきましょう。はい、では行きますよ。はい、では戻ってまいりました。今回私ですね、前の動画でもちょっとお伝えさせていただいてるんですが、マイクのケーブルをですね、ですね、スイッチクラフトさんというケーブルからオーディオインターフェースのケーブルに変えさせていただきまして、で、なおかつですね、ポップガードという分ですね、ポップガードという、マイクにですね、風切り音とかが入らないようにするような、ものがあるんですが、それをですね、ゴム式のものから、スポンジ式のものに変更させていただきました。はい、ではですね、この状態でちょっとね、録音ですね、してみようと思います。はい、いきますよ。黒目は朝に弱い。本人は必死で隠そうとしているが、2週間も一緒に暮らしていれば自然に分かってしまうものだ。朝食を食べながらぼーっとする。食器を洗いながらぼーっとする。食後のコーヒーを飲みながらぼーっとする。普段から真剣味のない黒目だが、朝は特にひどかった。それでも私よりも手早く皿を洗い、いい香りのコーヒーを入れるのだから納得がいかない。今のところ私が黒目の役に立っていることなど何一つないように思えた。黒目にそういえば、ラーはお客様なんだから役に立たなくてもいいよと答えるだろう。しかしそれでは私の気が済まない。自分でもどうしようもないくらいバカな意地を張っていると思う。黒目は悔しいくらいに何でもそつなくこなす。それは案内人だからなのか、黒目がもともと器用なのかはわからない。ただそんな黒目を見ると、自分は本当に何もものを知らないのだということを痛感した。情けないけれど、いろいろ教わって一人でも生活できるようにならなければいけない。じいじはもういないのだから。ラ、今日はどこかへ出かけようか。自分で入れたコーヒーを飲みながら黒目が言う。私はじいじのことを思い出してぼんやりしていたので、慌てて顔を上げた。途端に涙の壺がボロボロとこぼれてしまった。ラ、黒目は不愛想な顔を少し曇らせる。ああ、すまない。気をつけているんだが、時々止まらなくなるんだ。私は右手の甲で、ゴシゴシと何度も目をこすった。そうしていれば、じきに止まるはずだ。人前で、泣くのが恥ずかしいということはわかっている。子供じゃないんだ。黒目はじっと私が泣き止むのを待っている。職業柄、相手を眺めたり観察するのが黒目の癖らしいが、そうされるのは少し落ち着かない。どこかへ連れて行ってくれるのか。公園とか図書館とかどうかな。行く。それはとても嬉しい誘いだった。黒目は基本的にデブ症だから、私は旧の店がある6番街よりも向こう側へ連れて行ってもらったことがなかった。この街では客が案内人の付き添いなしで出歩いてはいけないことになっている。一応病人ということなのだから仕方がない。久しぶりの外出だ。外を歩くのはとても楽しい。公園はどんなところだろう。今日は天気もいいし、散歩するには最高だ。図書館へ連れて行ってくれるなら、新しい本を借りよう。今持っている本は読んでしまったから、何か面白い本を見つけられるといい。そんなことを考えていると、一刻も早く出かけたい気分になってきた。私は、ミルクコーヒーを一気に飲み干して立ち上がる。ちょっと待っててな。
天気がいいから洗濯物だけ干していく。すぐ済む。すぐだから。そんなに急がなくても大丈夫だよ。ちゃんと待ってるから。黒目は意地悪で気まぐれだから気が変わらないうちに出かけないと。急ぐから気を変えずにいてくれな。わかった。庭へ出ると、急いで洗濯カゴの中から洗いたての服を一枚ずつ干し始める。今日は珍しく、いつも街の上にのしかかっている灰色の雪雲がなかった。空気は相変わらず刺すように冷たいが、建物を囲んだ背の高い木々の間から弱々しい冬の光が庭に差し込んでいる。カゴに入っている洗濯物が半分になった頃、ふと背後で物音が聞こえたような気がした。猫か犬か、何か動物がいるのだろうか。だったら、ちょっと怖いけど触ってみたい。そう思って、恐る恐る物音がしたあたりに近づいてみる。あ、そこにいたのは人間だった。どちら様？洗濯かごを抱えたまま、私は突然現れた、というか、ずっとそこに潜んでいたらしい女の人に尋ねてみる。女の人は見るからに華奢な指先を組んで、困ったようにこちらを見ている。こういう場合はどうしたらいいだろう。二人して困ってしまい、しばらくの間立ち尽くしてしまった。迷子、だろうか。違います。私。と言ったきり、女の人はうつむいてしまう。迷子ではないらしい。泥棒だろうか。そうだとしたら、こんなところで立ち話をしている場合ではない。黒目を呼ぶべきだろうか。そう考えて家の中へちらりと視線を向けると、女の人は焦った様子で顔を上げた。私、風刺の方を探してるんです。もし、あなたがそうなら、女の人は言いかけた言葉を途中で切って、しっかりと握った自分の手を見つめた。黒目の客なのだろうか。風刺なら家の中に一人いるが。ここは寒い。まずは中に入らないか？はい。すみません。裏口からではさすがに悪いので、玄関へ案内する。女の人は思い詰めたような顔で黙ってついてきた。彼女も、刹那病の患者なのだろうか。急いでた割に随分時間がかかったね。あれ？出かける支度をすでに済ませていたらしい黒目は、私が連れてきた女の人を見て驚いた。どうやら黒目の客ではないらしい。誰？よくわからない。庭にいたんだ。ら、よくわからない人を家にあげたらダメだろ。危ないな。それで、君は？黒目はため息をついて私に、ついで、所在なさそうにしている女の人に聞いた。女の人はびっくりと細い肩を震わせて、伺うように黒目を見上げる。なんだか、うさぎみたいに可愛い人だと思う。私は、イリーナと言います。刹那病の治療のために来ました。それが、どうして他人の家の庭に隠れている？黒目。イリーナというその女の人の怯えぶりを見ていると、黒目の物言いはあんまりに思える。私は横から口を挟んでしまった。黒目は二度目のため息をついて諭すように言う。どんな理由があっても、他人の家の壁を黙って乗り越えて庭に入ってきたら侵入罪だよ。それは、そうだが。ごめん。ラーに怒っているわけじゃないんだ。
僕がちょっと甘かったなと思って。この人は悪さをするつもりじゃなかったようだけど、もし本当に泥棒だったら大変なことになっていただろうから。すみません。勝手にお邪魔したことは謝ります。本当にごめんなさい。もういいよ。僕も他人のことをとやかく言えるほど、清廉潔白に生きてきたわけじゃないし。それよりも、どうしてこんなことをしたのか聞きたい。私、どうしても風刺の方にお会いしたくて。どうして風刺を探しているんだ？え？それは、もちろん病気を治してもらいたくて。君は、本当に刹那病なのかな？診断書があります。イリーナは薄い紙切れを取り出すと、それを黒目に押し付けるように手渡した。黒目はちらりとそれに目を向けただけで、すぐに彼女に返す。診断書は本物のようだから、君が刹那病だということは信じるよ。けれど、診断書に添付されているはずの滞在許可証がない。君はまだこの町に入ってはいけない人だ。見つかったらすぐに強制追放だろうね。それは。イリーナは唇を噛んでうつむいた。悲しそうに目に涙が溜まっていく。黒目はついとイリーナから視線を外しこちらを見た。そういうわけだから、この人には引き取ってもらうことにして出かけようか。でも、うつむいたまま震えているイリーナがかわいそうに思えてしまう。追い詰められているようで見ていられない。気にすることはないよ。ラーは怒っていいんだ。彼女のおかげで出かける時間が遅くなったんだから。楽しみにしていたんだろ？そんなこと。本当はかなりとてもすごく楽しみにしていた。けれど、とうとう泣き出してしまったイリーナを何とかしてやりたいという気持ちの方が大きかった。でもそれは結局、黒目に負担をかけるということだ。仕方ないな。ラーは少しお人よしすぎる。呆れたように言って、黒目は三度目のため息をついた。そして泣いているイリーナに声をかける。僕の正式なお客様に不愉快になられたら困る。だから君をお客様として迎えるよ。僕は風刺の黒目。君に呼びたい名前があったらそれで呼んでくれて構わない。え？それじゃあ。イリーナは嬉しそうに顔を上げた。黒目はめんどくさそうにうなずく。お礼ならラに。ラ、これでいいかな。ああ。ごめんな、黒目。ラが謝ることじゃない。ありがとう。いいよ。仕事だし。報酬は、もらえるよね。あ、はい。大丈夫です。大きく返事をしたイリーナに、黒目はそっけなくうなずき返した。いつにも増して不愛想なのは少し照れているからだろうか。そう言ったらきっと意地の悪い返事が返ってくるのだろうけど。イリーナ、手ぶらでこの町に？あ、いいえ。荷物は庭に置きっぱなしなんです。みんな、警戒心はないのかな？私が取りに行ってくる。そんな、悪いです。私も行きます。裏口から庭へ出ようとした私の後をイリーナが追ってきた。並んで歩きながら、私はイリーナの様子を伺う。どうやらもう泣いてはいないようなので、ほっとした。泣いてる人を見るのは辛い。ありがとう。ラだ。ラさん？あなたのおかげで本当に助かったわ。いや、黒目は最初からイリーナを治療するつもりだったと思う。ただ、ちょっと理由が欲しかっただけ。そうなの？なんだか難しいのね。
そう言ってイリーナは小さく笑った。小鳥みたいにクスクスと笑うイリーナは、泣いているよりもずっと可愛らしい。イリーナは、イーリャでいいわ。私も、ラちゃんって呼んでいいかしら。うん。なに？イーリャは、ずっと庭に隠れてたのか？寒かったろ？そう、今朝早くからずっとよ。凍え死ぬかと思ったわ。だから、ラちゃんは私の命の恩人。そう、優しく微笑むので、私も釣られて笑った。イーリャはふわふわとした花のようだと思う。サビ色の記憶がイーリャから笑顔を奪うなら、それは本当に悲しいことだ。黒目がイーリャをお客様にしてくれてよかった。黒目にはまたわがままを言ってしまって申し訳ないのだけれど。私たちはイーリャを連れて6番街のアロマへやってきた。店の中にはいつものように今日がいて、カウンターに並べた小さな瓶に一つずつ丁寧にラベルを貼っていた。仕事中？いんや、ただの整理整頓。いらっしゃ。ってお前また女ずれ。ほら、ラちゃん、こんな浮気者よりやっぱり俺の方が良くない？黒目に連れられて店の中に入ってきたイーリアを見ると、今日は羨ましさと呆れが混じった複雑な顔をした。彼女はイリーナ、今日僕のお客様になった人だよ。まったい違法契約か。右手に見つかったらどうすんだ。その時はその時だね。ま、なんとかなるよ。それより頼みたいことがあるんだ。へえ、珍しいな。黒目が頼み事なんて。今日はカウンターに並べていた小瓶を手早く片付ける。何が入っているのか気になったが、尋ねる間もなく小瓶は棚の中にしまわれてしまった。彼女の滞在許可証を取ってほしいんだ。不法侵入か？やるね、お嬢さん。なかなか行動派の患者さんだな。今日は口笛吹いてイーリャに笑いかけた。イーリャも困ったように苦笑いして返す。許可証か、面倒だな。どうするかな。この前確か歌詞を作ったはずだけど。そうだった。じゃあこれで貸し借りなしってことで。今日は軽く笑って了解した。そんなに簡単に許可書が手に入るものなのだろうか。どうするのだろうと思って今日に聞いてみると、ラちゃんみたいな娘は知らない方がいい方法さと軽く流されてしまった。危ないことなのだろうか。今日にまで厄介をかけてしまってとても悪い気がする。ラ、イリーナをお客様にすることは僕が決めたんだ。ラは気にしすぎだよ。黒目は時々変に鋭くて困る。見透かされるのはあまり気持ちの良いものではない時もある。イリーナ、先に言っておくけれど、君は軽度の刹那病と診断されている。だから契約期間は1日だ。でも許可証がなければ町からは出られないから。明日の朝一にはなんとかなる。それまでは町にいてもらうよ。はい、わかりました。じゃあ、君のサビ色の記憶の内容を教えてくれないか？そう、黒目に問われると、イーリアは緊張したように表情をこわばらせた。無理もないと思う。誰だって辛い記憶を他人に話すのには抵抗があるだろう。おっと、じゃあ俺は頼まれ事を済ませてくるよ。気を利かせたのか、今日は看板をクローズにして店を出ていく。
私も出て行った方がいいかと思ったが、黒目から離れて街をうろうろするわけにもいかない。どうしようかと迷っていると、イーリアが思い切ったように話し始めた。消してほしいのは家族の記憶です。イーリアの依頼内容を聞いて私はドッキリとした。思わずイーリアを見ると、彼女は思い詰めてはいるが真剣な眼差しをしている。家族。私はジージのことを思い出した。とても優しかったジージ。ご家族の記憶、それが君のサビ色の記憶。はい、私の家は、と話し出そうとしたイーリアを黒目が止めた。処理したい記憶の内容が分かればそれでいいのだ。その記憶がどのように患者にとって毒なのか、それは記憶処理に直接関わりのないことだ。だから黒目はあまり詳しいことを患者に聞こうとしない。けれどイーリアは青い顔色のまま話し続けた。私は母を早くに亡くし、父に育てられました。家は決して裕福ではなく、しかも父がそのひどく、イーリアは言いにくそうに言葉を濁した。ひどい父親だったということだろうか。じいじに育てられた私にはイーリアの父親がどういう人物なのか想像することができなかった。私は幸せ者だと思う。父は私が16の時に家を出て行きました。私を置いて逃げたんです。それきり会っていません。でも私、忘れようとしても忘れられないんです。ひどい暮らしだった頃のことがいつまでも思い出されて、このままじゃいつまで経っても父から解放されない。父親のことを話す時だけ優しいイーリアの目は暗く濁る。多分そういう目をして話すことがイーリアにも辛いものだと思う。もういない人に縛られるのはなぜだろうか。私もじいじに縛られているのだろうか。私、もうすぐ結婚するんです。やっと幸せになれそうな気がするんです。でも、父の記憶がある限り、また悲しいことが起こってしまうんじゃないかって、いつも怯えていなくちゃいけない。そんなの嫌なんです。だから、お願いします。私から家族というサビ色の記憶を消してください。イーリアは深く頭を下げた。膝のところで組んだ手はきつく握りしめられていて、イーリアが何かをじっと我慢しているように思えた。黒目を見ると、イーリアの話を聞いていたのかいなかったのかわからない。いつもの無表情のままだ。君のサビ色の記憶の内容は分かった。許可書は明日の朝届くそうだから、記憶処理は明日行うよ。それまでは、あの家で自由にしてくれて構わない。と、これからの説明をする黒目の言葉を聞きながら、私はふと大切なことを思い出した。家には、ベッドが一つしかないのだ。黒目は未だにソファーで寝ている。ベッドを買えばいいと言ったのだが、お金がもったいないと言われてしまった。私にも、じいじが残してくれたお金が少しはある。だから、それでベッドを買ってほしいと言ったけれど、黒目はそれにもう、うなずかなかった。黒目はイーリアに、このことを言うべきかと思った。けれど、迷った末に黙っておくことにした。イーリアにいらない気を使わせたくないし、黒目に面倒もかけたくない。今晩は私のベッドをイーリアに使ってもらおう。そう考えていると、店の扉についたベルがチリーンと鳴る。今日が帰ってきたところだった。ずいぶん早いけれど、大丈夫なんだろうか。オッケー。明日の朝、八幡街の丘の上の家に届くはずだ。
私の心配をよそに、今日はちゃんと許可書の手配を済ませてきたようだ。イーリアがほっと息をつく。まずは一つ問題が解決したようで、私も少し安心した。今日の店で昼食をとった私たちは、そのまま6番街の商店通りをブラブラと歩くことにした。目的なく歩いているわけではなく、ついでに食料の買い出しをするつもりなのだ。夕飯なんですが、私に作らせてもらえないでしょうか。イーリアがそう申してたので、食材選びは彼女が率先して行っている。クロメはもちろん、案内人としてお客様に料理をさせるわけにはいかないと言った。それでもイーリアは、どうしても、と譲らなかった。だって、一日しか時間がないんですもの。これくらいしか、ご迷惑をおかけしたお返しができません。必死に頼まれてしまっては、クロメも断ることができなかった。イーリアは店頭に並んだ食材を一つずつ吟味しながら、カゴに入れている。その眼差しは真剣そのもので、いつも適当に買い込むクロメとは大違いだった。ねえ、ラちゃん、クロメさんは何が好きなのかしら。イーリアに小声で聞かれて、私は困ってしまった。クロメは私たちから少し離れた場所で、買い物が終わるのを待っている。嫌いなものは、ないと思う。甘いものはあんまり食べないかな。好きなものはよくわからない。困ったわね。じゃあ、ラちゃんは何が食べたい？私は何でも。あ、人参だけはその、ちょっと。正直に言うと、イーリアはクスクスと笑った。そういえば、クロメにも笑われた。人参が食べられないというのは、相当おかしいことなのだろうか。わかったわ。それじゃ、夕食のメニューは、ロールキャベツと、下ヒラメのムニエル、トマトの冷製パスタ、コンソメスープ、あとはサラダ。で、どう？どう？と言われても、私はイーリアが言った料理のほとんどが何なのかわからなかった。サラダとスープはクロメが作ってくれた時に聞いたからわかる。ダメかしら？何か嫌いなものがある？私が黙ってしまったので、イーリアは心配そうに言った。慌てて首を振って、そうじゃないことを伝える。イーリア、あのな。その、料理を教えてほしいんだけど。思い切って頼むと、イーリアはちょっと驚いたような顔をしてから、優しく微笑む。いいわよ。喜んで。ラちゃんは、料理が苦手？苦手かどうかはよくわからない。嫌いじゃないんだ。ただ、知らないことばかりで、何にも満足にできない。何をするにも、いちいちクロメに聞かなくてはならないのだ。クロメはいつも私が理解するまで、上手に教えてくれる。けれど、そんなことばかりでは、クロメもいつか鬱陶しく思うようになるだろう。大丈夫よ。ちゃんと教えてあげる。さあ、買い物の続きをしましょう。私の肩を元気づけるように優しく叩いて、イーリアは軽くウィンクをした。ラちゃんは家にあるものを教えてね。塩とか胡椒はあるわよね。パン粉、薄力粉も大丈夫？イーリアは実にテキパキと必要な材料を選ぶ。牛と豚の合いびきミンチ、白身魚、キャベツ、玉ねぎ、トマトなど新鮮な野菜、ローリエやナツメック。あんまり的確に買い込んでいくので、まるでこの町にずっと住んでいる風刺のようだ。一通り買い物を済ませてから、クロメが待っている場所に戻る。お待たせしました。いや、領収書をくれたら食費はこちらで持つけど。いいえ、私に払わせてください。
イーレがきっぱり言うので、クロメはそれ以上は言わなかった。代わりに、私が抱えている荷物へ手を伸ばす。ラ、持つよ。イリーナも。すみません。イーレは少しはにかんだように笑って、素直にクロメに荷物を渡す。私も二つ抱えてたうちの片方をクロメに手渡した。こっちじゃなくて、今ラが持っている方を渡してほしいんだけど。そっちのが重たいだろう？ラは変なところで気を使う。クロメは軽く苦笑した。気を使ったわけじゃなくて、照れくさかったのだが、そのせいで余計に恥ずかしいことになってしまったようだ。どうも私のすることは裏目裏目に出る。隣でイーリアがクスクスと笑った。家に帰ると、しばらく休憩してから夕食の準備に取り掛かった。イーリアは料理の仕方も鮮やかなものだった。クロメは今日も手際が良いと思ったが、どちらかというと大雑把な方だ。イーリアは料理をしながら、使った調理道具や、皿をその都度洗う。シンクの周りはいつも片付いていた。この方が後片付けが楽だもの。ご飯食べた後ってゆっくりしたいから。イーリアは肩をすくめて言うけれど、これでは作っている最中に大変な分、差し引きゼロなのではないかと思った。はじめ私は何をしたらいいのかわからなかったが、イーリアはきちんと説明しながら教えてくれた。野菜を洗ってとか、玉ねぎをみじん切りにしてとか、せめて言われたことはできるようにと必死になった。なんだ、ラちゃんがあんまり深刻そうに料理を教えてほしいって言うから、てっきりものすごく不器用さんなのかなと思ったわ。これじゃ教えることなんてないじゃない。ロールキャベツ用にミンチを練りながら、イーリアは少し残念そうにおどけてみせる。玉ねぎを切った後だった私は泣きながら首を振った。そんなことないんだ。みじん切りの仕方も千切りの仕方も知らない。玉ねぎを切るとこんなに目が痛いことも知らなかった。ふふ、そんなことは教えてもらえばできるようになるわ。私の場合はたまたま小さい頃に教えてもらったっていうだけよ。と言ってからイーリアは不意に表情を曇らせた。小さい頃のことを思い出したのだろうか。ひどかったという生活のこと。イーリア。ああ、ごめんね。自分だけ悲しいって顔して。ラちゃんだって辛いのにね。私は、いいんだ。そんなに辛くはない。そんなことないでしょう。長くこの町に滞在するのは、それだけ悲しいことが重たい人だって聞いたわ。我慢するのは良くないわ。我慢していると、どんどん自分が惨めになっていく。そういう自分に酔うようになったら、もう、ダメね。そうなる前に自分で何とかしなくっちゃ。そうかな。そうよ。私はそう。私、お金がないことがとても辛かった。それだけでほんの小さなことに苛立ったりするの。とても嫌になる、自分自身がね。我慢できなかった。だから、私、父が家を出てから働いたわ。もう、働くことしか自分にはないってくらいに。こういうこと言うと、嫌な女だと思うかもしれないけど、本当にお金が欲しかったのよ。イーリアは肩をすくめて笑う。私は、どういう顔をしたらいいのかわからずに、ただイーリアを見ていた。今は幸せよ。好きだって言ってくれる人がいるもの。でも、まだあの頃のことを思い出すとたまらなくなる。結婚する前に、どうしても忘れてしまいたかった。だから、無理をしてこの町に？そう。ね。我慢が足りないでし
いたずらっぽく言うイーリアの様子がおかしかったので、私は笑ってしまった。そうやって、二人で笑いながら料理をするのはとても楽しかった。出来上がった料理を、黒目はきちんと残さずに食べてくれた。美味しかったのかどうか、黒目の表情だけではわからない。だから私は心配になって思わず聞いてしまった。美味しかったよ、本当に。見事に人参抜きの料理だったけど。黒目は笑いながらそう答えた。これはからかわれているのだろうか。だとしたら本当に意地が悪いと思う。私は黒目を睨んでから食後のコーヒーを用意するために立ち上がった。コーヒーの入れ方は今日に習っているので少しは美味しく入れられると思う。私が黙って差し出したコーヒーを黒目は小さく笑って受け取った。コーヒーを飲みながら、黒目は思い出したように向かいの席に座るイーリアに言った。そういえば、言い忘れていたけど。はい？イーリアはカップから顔を上げる。その、イーリアと横に座る私をちらりと見て、黒目は言いにくそうに言葉をためらった。二人とも、随分仲がいいみたいだから、こんなこと言うのは悪いんだけど。イリーナ、君は明日この街を出たら、錆色の記憶と一緒に、この街で会ったことも忘れるよ。はい、知っています。そう、ならいいんだ。仕方のないことだが、それはとても寂しいことだった。街を出れば、錆色の記憶は完全に消える。けれど、万が一にも思い出したりすることのないよう、厳重にロックされる。この街に来たという記憶は、錆色の記憶を再び触発する鍵になるので、同時に消さなければいけないのだ。記憶の矛盾は、様々な形で自動的に処理されるようになっている。この街へ来たという記憶は、多くの場合一人で旅行をしたという記憶に書き換えられるらしい。寂しいけれど、寂しがってはいけないことだと思う。忘れなければ、イーリアはいつまでも辛いままだ。それに落ち込むよりも、少しでも多くイーリアとの楽しい思い出を作っておきたかった。私はまだこの街を出られないのだから、イーリアのことを覚えていられる。食後の後片付けをしてからは、イーリアとたくさんの話をした。好きな本の話、最近見たという舞台の話、飼っている犬がお手もできないダメな犬だけど、とても可愛いという話、それに好きな人の話。恋人の男の人の話をするイーリアは、照れたように頬を染めて嬉しそうだった。シャワーを浴びてからも、しばらく話し続けていたけれど、夜も更けてくるとさすがに眠くなってきた。イーリアは、明日、街を出て行かなければいけないのだ。あまり無理はさせられない。イーリア、そろそろ休もう。寝室は2階なんだ、行こう。イーリアを誘って2階へ行くとき、隣の部屋で本を読んでいた黒目が、ちらりとこちらを見たような気がした。黒目に何か言われる前に、私はイーリアを促して、急いで階段を上った。私が使っている部屋へ案内すると、イーリアは少しためらって私に言う。ここ、ラちゃんの部屋でしょ？悪いわ。私がたまに違う部屋で寝てみたいなと思って。ダメかな？ダメじゃなくて、いいの？あ、そうしてくれると嬉しい。じゃあ、お言葉に甘えて。イーリアが持っていた荷物を部屋の中へ落ち着けたので、私はとりあえずほっと息をついた。あ、そうだ。ちょっとだけ、
ほんのちょっとだけだから寝るのを待ってくれないか。ん？何？首をかしげて聞くイーリアの前を通り抜けて、私は窓際の机の引き出しを鍵を使って開けた。そこからブドウ酒入りのバインダーを取り出す。これを書かなくちゃいけないんだ。それまで電気をつけておいてくれないかな。いいわよ。日記？そんなようなものかな。今日あったことを書いておくんだ。見たらダメだよね。うん、やめてくれると助かる。そうよね。でも日記を書いてもこの町を出たら忘れてしまうんでしょ。一体どういう風に処理されるのかしらね。多分日記を書いていたこと自体を忘れてしまうだろう。自分の書いたものだと気づかない。やっぱり寂しいわね。イーリアはぽそりとつぶやく。寂しいと思ってくれることが私には嬉しかった。日記を書き終えて元あったように机にしまい鍵をかける。振り返るとベッドに座ったイーリアが編んだ紙をほどいているところだった。イーリアはきれいに髪を結んでいるな。そう？ラちゃんも言ってあげようか。え？でももう寝るだけだし。寝てたらぐしゃぐしゃになるだろう。なるわね。だけどちょっとの間だけでも可愛くなりたいじゃない。そうかな。そうよ。ほらここ座って。手招きされて私はイーリアの隣に座った。イーリアは私の髪を撫でるようについて器用に束に分けていく。その手つきが優しくってくすぐったい。髪を撫でられるのは落ち着くけど苦手なのだ。動かないでね。ラちゃんには赤いリボンよりも紺色の方が似合うかな。イーリアは器用だな。うふ、慣れているのよ。妹の髪をね、よく編んでいたの。自分で髪も結べない子だったから。イーリアには妹がいるのか？うん。一瞬イーリアは手を止めた。聞いてはいけないことだったのだろうか。イーリアは家族のことを忘れたいと言っていた。妹のことも忘れたいのだろう。ねえ、今度は私が聞いてもいい？ん？ラちゃんはどうしてそういう話し方をするの？は？話し方変かな？え？変じゃないけど、その変わってるかなって思って。考えたこともなかった。変なのだろうか。私のじいじがこういう話し方だったんだ。だから、だと思う。じいじ？ラちゃんのおじいさん？違う。じいじは私を育ててくれた人だ。そうなんだ。ラちゃんは、じいじさんが好きだったんだね。うん。思い出すと、今でも悲しくなるくらい好きだった。じいじは、私を愛してくれたけれど、私はじいじをうまく愛せていただろうか。自信がなかった。はい、出来上がり。耳元でリボンをキュッと結んで、イーリアは私の髪をきれいに編み上げた。イーリアが貸してくれた鏡を覗くと、いつもと違った自分に少し照れくさくなる。ん？とっても可愛いわ。かなり恥ずかしくて落ち着かない。でもせっかくイーリアが上手に編んでくれたのだから、もったいなくて解くこともできない。あ、ありがとうイーリア。じゃあ、私はもう寝るから。また明日。ええ、おやすみなさい。また明日ね。照れくささを隠して急いで挨拶をすると、イーリアは笑って手を振ってくれた。部屋を出て廊下を歩く。
私が使っている部屋の隣は空き部屋になっているので、今日はそこで寝よう。あらかじめ使っていない毛布を2、3枚運び込んでおいたので、それにくるまって座り込んだ。横になるよりも、座って膝を抱えていた方が少しは寒くないような気がする。しばらくそうやってじっとしていると、イーリアの話してくれたことが頭に浮かんできた。小さい頃に教わったという料理、髪を自分で結べなかったという妹、忘れたいというひどい家族。時間の中で一人目を閉じているといろんなことを思い出す。そうしているうちにどこまでが自分の手足かもわからなくなり、暗闇に溶けて部屋の中に漂っている気になる。いけない。まずは自分が自分であるということを知らなければ。私は呪文のようにじいじの言葉を繰り返す。けれど何の効果もなかった。もうじいじはいないのだから。突然、部屋の扉が小さくノックされた。その音で私の意識は私に返ってくる。イーリアだろうか。何か困ったことがあったのかもしれない。そう思い、毛布にくるまったままそっと扉を開ける。黒目。私は廊下に立っている黒目に驚いたのだが、黒目も私の様子に驚いたようだった。こんなことだろうと思ったけど、ごめん、もっと早く来ればよかった。ひどい顔色だ。寒かった?おいで、下で温かいココアでも飲もう。黒目に言われて、やっと自分が震えていることに気づいた。指先から足の先まで感覚がないくらいに冷えている。けれど、これは多分寒かったからではないのだ。黒目、あのな。言い訳は下で聞く。大丈夫だよ。イリーナには何にも言わない。そう静かに言われたので、私は黙ってうなずくことしかできなかった。黒目が入れてくれたココアのカップを両手で包んでいると、ようやく指先にぬくもりが戻ってきた。一口飲むと、ココアの甘さが体のずっと奥まで染み込んでくるようだった。黒目は黙って私が落ち着くのを待っている。体が温まってくると、急にどうしようもなく情けない気分になった。ごめんな、黒目。何が?そう聞かれると困る。夜中に起こしてしまっていること、面倒をかけまいとして、結局さらに面倒をかけてしまっていること、何の役にも立てないこと、とにかく謝りたいことばかりやった。黒目はいつものようにしばらくこちらを眺めてから、小さくため息をついた。だ?人のことを考えるのは良いことだけど、遠慮したり気を使いすぎるのは、そうされた相手が寂しい時もあると思う。うん。らは、まず自分のことを考えた方がいい。もっとわがままを言ってもいい。うん。よくそう言われた。じいじに。そうやって、私をなだめる時のじいじは、少し寂しそうで、私はどうしてじいじがそんな顔をするのかわからなかった。だから余計に、じいじにすまないと思ってしまった。多分それは、じいじをもっと悲しませたのだろう。私は、結構わがままだと思うが。苦笑して言うと、黒目は呆れたように首を横に振った。全然。そうかな。そうだよ。そうか。じゃあ、もうちょっとわがままになって、黒目を困らせてみる。少し笑ってみると、黒目も小さく笑い返してくれる。それで、やっと安心して人心地がついた。ストーブがついている部屋の中は暖かい。黒目はいつもこの部屋で寝ているが、ストーブをつけっぱなしで寝るようなことはないので、今だけ特別なのだろう。初めてする夜更かしは、少しだけ楽しい。
昼でも静かな八番街の家は、夜になると一層静けさが増すようだ。外はかなりの寒さなのだろうが、明かりが灯った家の中は暖かい。その中で甘いココアを飲んでいると、とても幸せだと思えた。甘いものがあまり好きではない黒目は、ココアの代わりにコーヒーを飲んでいる。夜、コーヒーを飲むと、眠れなくなるのではなかっただろうか。あのさ、気になってたんだけど、それ、どうしたの？ふとカップから顔を上げて、黒目が尋ねてきた。何のことだか、わからなかった私は首をかしげて問い返す。すると、無造作に伸ばされた黒目の手が、私の耳元の髪をひとすくいした。キャッ！これのこと。くすぐったさに身を縮めた私にも、お構いなしに黒目はしばらくリボンを結んだ髪を軽く掴んでいた。新しいいじめの方法だろうか。イーリアが結んでくれたんだ。似合うかな？似合うよ。かわいい。かわいい。なんだか犬か猫をなだめるような調子で黒目は言う。喜ぶべきなのか、怒るべきなのか、複雑な心境でいると、クスクスと笑われた。どうやら、やっぱりからかわれていたらしい。さ、ラはもう寝た方がいい。朝寝坊して、イリーナの見送りができなかったら嫌だろ。あ、言っておくけど、ちゃんとソファで寝るんだよ。ここでのわがままは、受け付けないから。うん。散々迷惑をかけた後なので、今日は抵抗する気が起きなかった。ただ、私がソファを使ってしまったら、黒目はどこで寝るのか気になる。僕はあっちで寝るから大丈夫だよ。私の疑問を察したのか、黒目はキッチンの椅子を示した。椅子に座って眠れるのだろうか。ソファーに横になって、毛布を顔が隠れるまで引き上げた。黒目が部屋を出ていくときに明かりを消していく。暗くなると、またいろいろなことが頭に浮かんできた。今日は本当にどうかしている。暗いところが怖いなんて、子供じみていておかしいと思った。黒目は、まだそこにいるのだろうか。黒目？呼びかけてみると、続き部屋になっているキッチンの方で返事があった。何？ん？あのな、さっき、イーリアがな。話し方が変わっていると言われたことが少し気になって、黒目に聞いてみようと思った。けれど、どうやって伝えたらいいかわからなくなり、結局言葉を飲む。なんでもない。気になるなぁ。本当になんでもないんだ。ごめんな。もう寝よう。このまま起きていても、良くないことばかり思い出してしまいそうだ。どれくらい眠っていただろう。小さな物音で目が覚めた。耳を澄ましてみると、物音は家の裏口から始まって、今は階段のあたりにしている。私は怖くなって、毛布にくるまった手足を縮めた。誰かが家の中に入ってきている。こんな深夜に。物音は階段をゆっくりと上がっていき、そして聞こえなくなった。私は慌ててソファーから飛び起きる。その時にはもう怖さなど消えていた。それよりも、2階に消えた物音の方が気がかりだ。2階には、イーリアがいるのだ。侵入者が誰だろうと、イーリアにひどいことなどさせない。許さない。毛布を足元に脱ぎ捨てて、急いで部屋を出て行こうとする。その私の手首を、暗闇から伸びてきた何かが掴んだ。キャー！ん？思わず悲鳴を上げたが、それさえも、口元を押さえられて、途中で遮られてしまう。恐ろしさに、背筋が凍った。ラ、静かに。
耳元で短く答えた声は黒目のものだった。私は全身に入っていた力を一気に抜く。そのまま床にへたり込んでしまいそうだけれど、それよりも手首を捕まえられて後ろから口を塞がれている格好に抵抗があったので、黒目に抗議する。むぅ、むむぅ。何？あ、ごめん。やっと解放されて、私は空気を思いっきり吸い込む。黒目は黙って窓の外を見ているようだった。何を見ているのだろうと、私もそちらへ目を向けてみると、赤色の光がカーテンの隙間から覗き見えた。火？火事じゃないのか？消さないと。あ、でも、イーリアが2階に、誰かが登って。落ち着いて、ラ。こちらが苛立つほど冷静な様子で、黒目は静かにのジェスチャーをしてみせる。これが落ち着いていられるか？今、物音がしたんだ。誰かが2階に登っていったんだと思う。イーリアを助けないと。大丈夫だよ。でも、黒目はじっとこちらを見て、それからまた窓の外へ目をやった。外は雪が降っている。火の勢いは見る間に弱くなっていくようだった。きっと、何でもないよ。もう少し寝た方がいい。何でもないことがあるか。イーリアの方は心配ないと言うなら、せめてあの火だけでも消さないと安心して眠れない。そう言うと、黒目は少し迷った後で、ため息をついてうなずいた。裏口から庭へ出る。外は思っていたよりもずっと寒く、雪も風も勢いが強い。庭の真ん中あたりに、窓から見えた炎がくすぶっていた。後から後から降り積もる雪に、もう火はほとんど消えて、白い煙が細く昇っている。近づくと、綺麗な色の紙が燃えているのだ、ということが分かった。色とりどりの紙片には、丁寧な筆跡で文字が綴られている。それに気づいた途端、私は燃え跡に駆け寄って、その場にひざまずいた。残っていた小さな炎を、両手で作って息をかぶせて消す。そっと燃え残ったものを拾い上げても、炭化してしまった紙片はボロボロと崩れていった。もう家に入ろう、と黒目に促されるまで、私は燃えてしまった紙片を抱きしめて突っ立っていた。はい、ということで、今回はですね、ここで終了したいと思います。一章ごと一章ごとにやっていこうと思ったんですが、今回の章がね、非常に長くてですね、30分ぐらいでいつも終わってたので、それぐらいで終わると思ってやってたんですが、もうね、1時間経ってるので、まあ今回ここで終了ということで、で、あとですね、やっぱ実況のね、環境なんですが、マイクとかオーディオインターフェースの調子が悪いのか、自分にやっぱ返ってくる声がちっちゃくなったり大きくなったりしますので、まあその影響もあってちょっとね、まあ今回はここでね、実況を止めてまた、まあいろいろとね、環境を整えながらやっていきたいと思います。で、またね、いろいろと、またいろいろな設定が出てきましたけど、多分燃えてたのは、イーリアさんのね、記憶が紙に書かれて自動的にね、で、それをね、黒目がね、燃やしてたんじゃないかなと。それが、まあ、黒目の能力というか、風刺としての仕事みたいな、そんな感じなんじゃないかなと、今んとこちょっと思ってます。うん。で、まあ、一番切ないのはね、こうやってね、こう思い出を重ねていって、この、一番街から出ていくんでしたっけ？一番街から出ていくときには、もうすでに、ここのね、街にいたっていう記憶はなくなるっていう、それがね、その話をね、なんていうんですかね、ラーで、ラちゃんとの記憶、というか、ラちゃんがその記憶を忘れてしまうっていうのが、一番悲しいことなんじゃないかなと、今ね、こうやって思いをね、重ねていってるじゃないですか、ラちゃんと、キョウとかね、まあ、イーリアとかね、まあ、いろんな人と一緒に思い出を抱えて、重ねていって、で、黒目とも思い出を重ねていくんですが、それも全部忘れた状態で、元の生活に戻っていかなくてはいけないということで、
まあでもなんか記憶を消すって言っても、日常生活に関する記憶は消さないっていう、まあ、黒目言ってたんで、まあ覚えた料理とか、洗濯とかコーヒーの入れ方とかそういったのは多分忘れずに出ていくんでしょうけど、そこにいた、まあ、誰に教わったのとかね、まあ、そういう記憶は改ざんされて、まあなんか違う人に置き換えて、外の世界に出ていってしまうっていうね、これはなかなかね、まあ、切ない物語ではありますよね、うん、まあでもこういうのもね、まあ多次元世界というかパラレルワールドとかだったら、まあもしかしたらそういうのって存在してるのかもしれないですけどね、うん、だからある人は、分岐点がねやっぱ人生の中であって、でどっちを選んだかによって世界が変わっていくっていうね、その選んだ世界じゃない世界の人は、またそういったね、また関係ない人生を歩んでるっていう、次元の世界があるっていうね、パラレルワールド、そういうのもね、全然話変わりますけど、うん、まあそういった感じで、それの時はね、シュタインズゲートみたいに記憶が入れ替わってるっていうね、その時間を観測できる人からしたら、まあ A 地点と B 地点ではやっぱりその記憶の齟齬があるわけで、うん、でそういうのをね、またね考えていくと、まあ面白いなっていうような世界観になっております。まあ今回はねここで実況終了いたしますので、またね次の動画もよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。